はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、スキーコちゃんです。後付け実況なんですけども、メガモンスターのドラゴン、昨日は全然出なかったんですけど、今日めちゃくちゃ出てたので、午前11時50分ぐらいからこう走ってってちょっと遠くまで行って倒してきました。はい、ちょっと他のユーザーさんの名前はさ、隠すのめんどくさいからそのままにしますけども、すごいですね、ルカに勤められたとかいらっしゃるんですね。まあギコちゃん戦ってます、すごいですよ今ドラゴン、なんと7人、ほら見て左上3戦中7人、普通に7人8人いるからね。うん、めちゃめちゃすごいですよこれで、私の装備なんですけども、ロトの装備すべてプラス25にしました。兜も鎧も鎧下も、盾も、剣もそんな感じです。強いですねこれね。でドラゴンやっつけた後、ドラゴンはなんかアクセサリー落とすのかな、わかんないんですけども、ドラゴンの心は必ずドロップします。で今回の動画のタイトルなんだけども、ドラゴンの心 S が出たんですよ。これやばいですよマジで。で1回目は D でしたね。はい、そんな感じですね。まあ第1位と、まあ1位になると、まあ手に入る宝箱の数も多い。うん、これダメージ数によってはもう1個入るのかな、そう分かんないんだけども、うん、まあラタトームのメダル100枚ありがとうございますと、結構でかいですよ100枚。壺が割ると15枚だから、まあ約、6、7壺ぐらい、7坪ぐらいか、うん、それぐらいの分になってますね。うん、まあ近くにいたら倒せばいいんですけど、うちめちゃめちゃ遠いですね。さあそして2匹目のドラゴさんですね。ドランゴさん、チャラチャチャララッ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 、かっこいいなドラゴン。はい、で参加と、うん、討伐開始は、そうなんですよ、これ出現してパーティーが集まってないと、なんか集まってないとなのか、まあ、うん、全然分かんないんだけど、1分待たされるんだよね。うん、結構いろんな人がいますねこれね。うん、ちなみにこの隣の俊介っていうのは、私と一緒にいつも、ドラゴンクエストウォークをやってる友達ですね。いつも知人と一緒にやってるって言ってたと思うんですけど、その知人っていうのがこの俊介って人ですね。うん、ずっと一緒にね、動いてるから、そう、ずっと一緒に動いてる、基本的には2人でやってる。下髭さんはあの足骨折してるんで足引きずって一人で帰りますね。下髭さんって言っても、多分今このドラゴンクエストを見てらっしゃる皆さんは分かんないと思うんですけども、私のチャンネルでもう一人出てるちょっとハゲかけたおっさんがいるんですけども、それが下髭さんですね。はい、ハゲかけたおじさんさあこれが2匹目のドラゴンですね。シャギン、メガモンスター、これ26日からはゴーレムがこう出てくるってことなんです。楽しみですね。ゴーレムはレベル25必要なのかな、ドラゴンは20だからね。よいしょ、同じギガスラッシュ、かっこいいね。ジャギーン972、これ他のプレイヤーたちは2050のダメージだ、すごいねみんなね、すげえわ。うん、強い。よいしょ、これ右にね、みんなのこの他の一緒に戦ってくれてる、まあ残り6人かの皆さんの、まあログというのが出てくる感じですね。弱点で一発で1019ですね、私のギガスラッシュで。これすごいねラリホーミスさあこれで女 B が最後の攻撃して終わりですかねパターン、うん、経験値自体は美味しくないんだけど、やっぱ心、これ見てください S です、やばくないですか S、 これ後ほど能力見せますんで、すごいよみんな俊介さんはこれロト2人やめてくんねえかなって言ってましたねこの時さあこれでポンポンポンと、これアクセサリー本当何が出るんだろうな、ちょっともうちょっといろんなところ走り回って周回しようと思います。うん、これが2回目のドラゴンですね。はい、そして3回目、
でこれちょっと手形なかったんで一瞬買いに行きますアイテム購入で、ここで、ジェム100個で買うことができるので、これ買って、まあ、参加ですね。参加するポチッとな。よいしょ。これね、何が面白いって今すごいですよ。みんなやってんの。これドラゴンがいるじゃないですか。そこに行くと人がいっぱいいるんだよ。携帯こう見てんだよみんな。これみんなやってんだなと思って、でドラゴン倒すじゃないですか。そうすると雲の子を散らしたようにバッとみんないなくなるからその様子が本当にドラゴンクエストやってんだなっていうのがわかる。うん、ちょっとワクワクする。ああこれみんなやってんだって、仲良くなりたいなと思うよね。うん、さあそして、3匹目のドラゴン開始ですね。はい、ドラゴンメガモンスター出現ってことでね、リコちゃんここから本気ですね。超さみだれ好き。あ、1000以上いってんだこれ多分ね。ガヤの実の攻撃26ダメージ。これ俊介の俊介の仲間で26のダメージ。これ僧侶が殴ってるだって絶対。俺それ弱点で1003。これは強い。ギガスラッシュめっちゃ効く。うん、まあ、ドラゴンの攻撃で私は1のダメージは食らうことになってますね。僧侶で1か。だから攻撃力自体はそんな高くないのかな、ドラゴンは。ギガスラッシュ、アバンストラッシュね。何ダメージだった今見てなかった。2606。すげえなみんな、やっぱ強い人は強いねこれ。うん、ただまあ1分ぐらいで終わるんで残りが1分ぐらいでも、いやまあ2分ぐらい欲しいか。2分ぐらいあれば、まあ、ドラゴン倒せるんで、まあ、ありがたいですよねでこれ3匹目。うん、ドラゴンの心は D でしたね。で宝箱の結果はこの後発表という形になります。うん、いやみんなすごいよ。よくぞギコちゃんにこう食い下がるというか、プラス全部オール25だからね。チートみたいだよこれこの装備。ヤバタニエンの関東風カニ玉だよこれ。さあそんなわけで3匹倒したんですけども、アクセサリーを落とすことはありませんでした。ということで、最後にね、ドラゴンの心 S の、能力ですね、発表していきたいと思います。それではこちら。はい、そんなわけで、ドラゴンの心ですが、これね、僧侶用だよね。うん、特殊効果としては心の最大コストプラス4で、スキル HP 回復効果プラス 10%、 ターン開始時 HP を6回復する、封印耐性プラス 10%、 怯え耐性、プラス 10% で HP プラス 44、 MP プラス 44、 力はプラス 19。 力すげえありそうなのにプラス19なんだね。うん、で身の守りプラス21で、攻撃魔力がプラス12で、回復魔力がプラス32ですね。で素早さプラス21の器用さプラス19ということで、結構ステータスはまあ、回復メインで上がるのかなってとこですね。なので早速、僧侶にはつけてみたんですけれども、なんかドラゴンの心って言ったら S って言ったらなんかさ、火炎の息とかさ、なんか出そうな気がしたんだけどもなかったね。まあ、緑ってことでまあしょうがないですかね。はい、そんなわけでまだトロルの S 持ってないので、トロルの S を手に入れるまで、外を走り回るっていうか、ちげえや、これ50匹倒さないと虹になんねんだよこれ。だからドラゴンとトロール50匹倒すまでやめれまてんっていう企画は絶対やんないんですけど、倒して、ちゃんとね、すべて虹目指していきたいと思っております。そんなわけでギコちゃんね、ドラゴンクエストウォーク、めちゃめちゃ楽しんでます。社員とかアルバイトにやらされてません、自分で歩いてます。はい、そんなわけでモンスト系 YouTuber がドラクエをぶっ壊す。Blah!